東急玉川線は玉川駅と蒲田駅とを結ぶ東急電鉄が運営する鉄道路線である。全域間が東京都大田区内に所在する。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーは紫色、路線記号は TM。本路線はかつてのメカマ線の一部であった。東横線電園町府駅武蔵小杉駅間の複々線化工事が完成し、 2000年9月26日から、目黒駅において、英断地下鉄南北線及び、都営地下鉄三田線との相互直通運転を実施するため、目鎌線において、路線再編が行われ、同年8月6日に、目黒駅武蔵小杉駅間を、目黒線とし、残った玉川駅鎌田駅間が分離、区間運転化されて成立した。なお、東急が、かつて運営していた。 玉川線とは無関係である。この路線は単に玉川線ではなく会社の略称東急を含めた東急玉川線が届け出上の正式な路線名称であり、社内の自動放送や路線図などにおいても必ずこのように呼ばれている。これは名称設定時にすでに都内に存在していた西部玉川線等の混同を防ぐためであると同時に、 同じ読み方である、玉川線及び、新玉川線という名称がかつて東急に存在しており、それを区別するためでもある。なお、駅の一部案内や池上線蒲田駅の乗り換え案内放送では単に玉川線と案内されることもあり、新7000系と1000線系1500線番台の前面の路線名表示では玉川線と表記される。 同じく自社の略称を含んだものが正式路線名となった東急新横浜線が2022年度下記に開業するまでは東急で自社の略称を冠名に付したものが正式路線名なのは本路線のみである。なお、新玉川線は2000年8月6日に東急玉川線の成立と同時に田園都市線に編入された。 これは、運行形態上は一つの路線であるにもかかわらず、二子玉川駅を境に異なる二つの名称が存在することで利用者から分かりづらいとの声を反映した結果である。池上線と総称して、池玉と称されることもある。東急玉川線の列車種別は、各駅停車のみで、池上線と共通の18メートル車3両編成で運行される。 基本は、玉川駅、蒲田駅間の折り返し運行で途中、駅での折り返しはないが、一部に、蒲田駅を経由して、池上線と直通して、五反田駅や、雪が、谷大塚駅となる列車がある。これは、東急玉川線に、独自の車両基地がなく、全列車に、池上線の雪が、谷大塚駅にある雪が、谷県尺に所属する車両が用いられているため、 車両の入出庫に伴う運用としてのものでもある。ただし、駅刑事の時刻表上はこれらの列車もすべて、蒲田駅となっている。玉川駅と蒲田駅を除くすべての中間駅において、上下線ホーム、および改札が分離されており、両ホームを連絡する、古戦橋、地下通路、踏切等がなく、駅構内で、ホーム間を往来できないことが特徴である。 ワンマン運転を行っている。転落や車両との接触を防止するため、当線すべての駅のホームに、センサー付け固定式ホーム柵監視モニターが設置されている。また、全駅がバリアフリーに対応している。玉川駅に1本、蒲田駅に2本の車両の夜間停泊が行われている。メカマ線時代には、奥沢駅に所在した雪が、 谷賢を奥沢藩に配置されていた4両編成で運行されていたため踏切に挟まれてホームが3両分のみだった宇野木駅を除きホームは4両編成分の長さがあるまた同駅では1両をドアカットしていた池上線と共通運用になっている2019年4月現在の使用車両は以下の通り田園調布開発のために設立された目黒 鎌田電鉄が最初に開業した路線の一部で、東急の発祥路線でもある。駅の新設、廃止、解消は、玉川鎌田間の駅のみ記す分割前は、東急目鎌線も参照。2007年11月3日から11日まで、古代から未来へ10分7駅玉川線をテーマに、東急玉川線の全駅で、 玉川アートラインプロジェクトアートウィーク2007が展開された。これは、この路線を未来の鉄道とイメージして、浅場勝美をはじめとする17名の有名アーティストが、個性的なアートを繰り広げるものである。これに合わせて、同月30日まで7700系7903回が、レインボートレーンとして運転されていた。2008年11月2日と3日には、 7000系による貸切列車が東急玉川線で運転され、車内で演劇が行われた。エイトライナー構想やカバノカバの線構想では、東路線も組み込まれている。これに関連して、東路線の大幅改良工事が計画されており、現在18メートル車両4両編成対応を20メートル車両を10両編成対応に拡大することが検討されている。 東急玉川線での遺失物は玉川から宇野機関では目黒駅、下マリコ鎌田間では五丹田駅に収集される。ありがとうございます。